ああ、翔さんの思いが。ああ、何がああなのじゃ。あな、これはどういたしたの。なんじゃ。なんじゃ。しもえもんさんが。さんが一生懸命守ってました。あ、さようか。吸われないように。朝から。あ、この花を。ああ、なるほどな。では。いや、わしが守っておこう。すごいシュールな犬。あれ？あれ？ここやってる。そうじゃ、今日初めていた癖じゃ。あー、さようでございますか、豊臣秀吉殿。まあいいよ、主はどこから参りし者か。どこから参ったのじゃ。東京。江戸のどこじゃ。品川じゃ。さようか。生まれはどこじゃ。生まれは鹿児島じゃ。鹿児島。薩摩の国。鹿児島の市内か。市内じゃ。そうか。そうか。この度は何用で参ったのじゃ。仕事じゃ。仕事しとらんではないか。さようか、何用で参った。観光も含めた仕事か。仕事が終わって観光じゃ。なるほど。なりわいは何じゃ。大学、大学。何故急にそんな片言になるんだ。大学の何じゃ。先生じゃ。さようか、何を教えておるのじゃ。心理学じゃ。心理学。どうかね。わしはお主の心理読めとるぞ。少し慌てておるじゃん。さようか、心理学でも幅が広かろう。どういった心理を教えておるのじゃ。人の心を読む心理をやってみた。おう、さようか、さようか。我が心理、心を読んでみよう。かなり勝ってる。かなり勝っている。それは状況じゃ。心理ではない。さようか、さようか、どうか。主のようにな、専門的なものを、分野をな、広げ、そしてな、学び屋にて教えてくれとる者たちがおるがゆえに、我らはこのような豊かなな、平和な国を謳歌することができる。お主たちは、何用でここに参った。何故主たちは片言じゃ。一緒、ちゅうて。一緒に参ったのか、品川より。他の者は品川、主たちは方々から参っとるのか。
では、メガネの女子、さよ。お主はどこから参った？埼玉。埼玉のどこじゃ？所沢。所沢か。良いとこじゃな。生まれはどこじゃ？松本。おお、綺麗な城があるな。おお、松本城の松、なんじゃ？わし、そうじゃ、わしが建てた城も今はな、あのように機械が見えるがな、あの城の機械が見えるがな。さようさよう、城自体は綺麗ぞ。そうじゃそうじゃ、松本の城はな、背景の豊かなな、この山河も含めた美しき黒き城じゃな、ガラス城じゃな。ほいで隣の女子はどこからやってまいった？市川市。ああ、生まれはどこじゃ？鹿児島です。鹿児島。鹿児島のどこじゃ？鹿児島市。市内か。おお、なかなかの町じゃな、そこはな。ほうかほうか、鹿児島市内か。さようか、しかしながらな、もう少し大きな話題を、話題でわしを誘ってくれんか。もんができるかもしれないぐらいでわしはな、驚くことはできんのじゃ。さようか。おお、だいぶと地域性を出してくるな、お主は。鹿児島といえばの、南の方で山がござってな、噴火が大変であるがな、まあ、気をつけて回りたいもんじゃな。もっと南に行けばあれじゃろ、屋久島がござって、トッピーに乗ってくじゃろ。のう、トッピー乗るじゃろ。お主もトッピー乗るか？乗ったことない。乗ってみると良いぞ。ああ、トビウオから取っとるらしいぞ、トッピーは名前を。の、いや、早いちゅうてもさほど早くないじゃん。おお、さようか、主たちはいわゆる教授なる者たちか？教授。おお、お主が教授、そして主たちは弟子。弟子。弟子であると主たちは先生なのか？そうでもない。いや、弟子というで分かりにくいじゃろ、お主。生徒でもない。生徒は手を挙げてみよう。おお、そうじゃろうな。一人だけ貫禄ありすぎるもん。そうじゃな。お主も教えとる側。おなごは？ああ、さようかさようか。大体雰囲気でわかるわな。あと見た目の年齢じゃな。もう時間がない。もう行かねばならんか。ではまっすぐ行って、大きな門を右手に行けば道なりじゃ。では行ってまいれ。またのさらばじゃ。せっかくへ写真を撮るか。せっかくへ太閤殿下もよろしいですか、写っていただいて。この者たちは心理学を教える者と、その生徒と、あとは正体不明の先生たち。よく来てくれたな。この者が一番偉い。一番偉い。心を読めるのか。なかなか読めん。しかし学術としてこういった情報を共有するのは大切なことじゃな。さあ、では誰が写真を押していただいていいですか。南は中に入るか。いや、ではこの辺りで前に。では生徒たち、しゃがめ。写真付け。じゃあ先生殿はな。さあ、では拳を掲げよう。おおとな。おお、よし、互いに反対。ありがとうございます。仕方教えよう。やってくれた。ありがとうございました。出世せよ、お主様。はい、出世せよ。その心を読む。私もありがとうございました。その心を読む。でも楽しんでいくでしょ。人を傷つけてはならぬぞ。そうじゃ。ほら。さらばじゃ。さらばじゃ。面白い個人たちだな。さよう。あ、ちょうど日陰になるのか。涼しいね。涼しいな。あ、失
室先ほど忘れ物があったの。こっちから伝えてくるわ、自分の。うん。暖かいで少し眠くなるな。ですな。眠くなりもうすな。何かわしに聞きたきことがござれば何なりと申すぞ。どう、わしからの発信が多いでな。さあ、何かわしに問いたきことがござれば何なりと質問をいたしてみよ。わしか、はい、バットという名の刀とボールという名の敵を打ち負かす、あの野球、わしは好きじゃぞ。お主は差し詰め中日ドラゴンズだよな。かの中日ドラゴンズ竜宮団はわしはどうじゃろうな、20人以上会ったことあると。うん、つい先日は山本昌殿と会ったしの、その前は立浪殿じゃな。川上謙信殿は実は会ったことはないのじゃが、ちらっとお見かけしたことがあるのじゃ。さよ、あまり声をかけてはいかん時だったんだよな。いや、そういう時ではなく、普段の生活の中でお会いしたことがあるのじゃ。野球というのは良いもので、のかの、まあ主たちというところのいわゆるスポーツじゃな。体を動かすことにより学ぶべきことが多いわけじゃな。しかも幼い頃、これから中高年になってまでもその野球どうなる、その道の上においていろいろなことを学べるがゆえに、わしはな、まあ彼はかの者たちというのは非常に尊敬に値するものだと思うわけじゃな。いろいろな場面で人生のこう影響を与える者たちだね。素晴らしいと思う。わしが願うのは、野球をいたしとった中日ドラゴンズの選手の御人たち皆々がその後の人生も明るく開けることをわしは切に願っておる。で、野球というのはその現役でやっとる時も素晴らしいし、その後も素晴らしくあってほしい。お主は野球は、わしは心理はよく読めるんじゃが、お主は野球大好きじゃと思う。さようにございます。そしてお主の好きな球団は中日ドラゴンズ。さようにございます。わしは何でも読めるんだけど、それも分かっておった。すごいな。子供の頃は誰が好きだったのじゃ。つのり殿じゃな。ずるいな。わしそう思ったはずなのか。さようか、はい、かの者のものは非常にこの印象深いということなんじゃな。わし、まあ、生まれ変わっておらん。まだ現世によみがえってから7年しか経っとらんで、この7年の間にお会いした人物というのは少ないわな。お主は好きな選手は誰じゃ。現在は山本正殿。素晴らしい御神じゃったぞ。谷繁殿も、あとは平田亮介。ほう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 、平田亮介殿。ほう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 、だんだん動きまで入ってきたな。熱が入ってきたな。どの上直道。ほう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 、ベルちゃんこと言うなんです。ほう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 、あとは結構出てくるんだよね。この話おらんちゅって浅原慎之助。あー、良いな、浅原殿。そうじゃな、大義であるぞ。うん、
私も名古屋を背負ってな戦っておるかの者たちには活躍を願っておる。お主、戦場は戦場でも名古屋城ではなく名古屋ドームに行った方が良いのではない？そうなんじゃな。さようさよう。そうじゃな、なんか沖縄はエリア雨が続いとるってキャンプができんと聞いたぞ。らしいですの、うん、大変じゃな、そういった戦自宅ができんのは選手にとっては怖いんじゃないか。やはりこう暖か基地で怪我なく調節、うん、調整ができるで南の方は良いですな。雨が降ったとしても、ああそうじゃな、確かにそれは言えとるな。まあ琉球を選ぶのは気持ちはすごくわかるな。さよ琉球、球団によっても琉球のどの島に行くか決まっとるんですわな。あーはーはーはー、もしくは九州じゃな。あー宮崎の方にも、かあのものが幼き頃好きであった、うん、巨人軍は九州ですな、宮崎です。どうじゃろうな、我々の軍でこうその野球の隊があるじゃん、巨人だったり中日だったり、我々の軍でそれを当てはめると何軍が巨人、何軍が中日、どうなるじゃないですか。私巨人と聞いて織田軍って少し思ってしまう、うん、こうやはり名の知れた名将がこう集まって一つになっとる。名古屋城へようまいったな。よう来たの、今日は暖かくて良いわな。どこから参ったのじゃ。清洲市。おお、清洲城か。よう来てくれたな。名古屋の町というのはな、清洲の町をわしが400年前に引っ越させて名古屋ができたで。清洲がお母さんで名古屋が清洲の子供なのじゃ。さよ、だって名古屋の町と清洲の町は親子の関係じゃぞ。そうじゃ。おーおーおお、少し分かったようじゃな。よう来てくれたな。御仁は主はどこの生まれじゃ。さよ、韓国。おお、韓国から日本に働きに来ておるのか。さようか。国際色が豊かになるでありがとうの。わしの言葉は難しいか。言葉、わしの話しとる言葉は難しい。すごいの、日本には長くいるのか。どれぐらいじゃ。39年。ほぼ人生全てではないの。そうか。もうもはやこの半分日の本の民のような気持ちじゃな。ほうかほうか、ありがとうの。お主はえらいかっこよろしい歌舞伎者じゃな。そうですか。足元もピカピカしておるし。この。あ、そうじゃな。わしとお主張り合っとるつもりはなかったけど。戦っとる気はなかったけど、そうやって言われてみればそうやもしれん。聞きたいことが。わし徳川家康と豊臣秀吉殿、なぜか仲間だからじゃ。一時は秀吉殿の下で十数年わし働いておったのじゃ。敵同士ではないぞ。ああ、大阪冬の陣夏の陣は豊臣秀吉殿が亡くなってから。そうなんじゃ、わしが死んだ後にわしの息子を倒したのがこの男なんだ。さよさよ。
そうか、でもな仲はいいんだぞ、うん、昔から仲はいいの。ただまあ、わしが死んだ後はもう知らない。あの者がまあ先に何かを犯してたその後は、まあ、確かに仲いいとかそういう関係ではないんですが、再び今出会って、まあ、昔のことに残って仕方ないあーよかったな、いやその仲良く見えるとそうじゃぞ、わしら仲良く見える。よかったよかった必死にこう隠してるあれ、ワッパこっち来てみ。このな、草引き抜いての匂いを嗅ぐとな、とても良い匂いなんだよ。小さく小さく、こういう一つ一つだけね、小さくじゃん、小さく一つだけ抜いてみ。この指の香りを嗅いでみる。香りがいい。わからんか。いや、わしはな、これをの潰してな、匂いを嗅ぐと良い香りじゃぞと申したら、それはやめとくんじゃと。嫌な予感がしたんじゃろ。特別なんか匂いがするわけだよね。え？無用でござるか。ものすごくええ匂いじゃと思いますわし。これ？特にこういう新しく出てきておるもん。新芽だ。痛くねえかこれ。これのことじゃない。まあそれもそうですな。ちょっといい匂いのやつちょっとわしに回してちょうよ。ちょっとこれ。またのさらばじゃ。潰せばいいのね。さよう。ああ、ええ匂いする。わしが取っとったやつは違うな。うん、柑橘系の匂いがするな。とてもええ匂いだ。そうじゃな。わしはこういった草木の香りが好きでござる。ああ、わからんでもないな。わしとても鼻が良い方でしたな。うん、何ちゅうかな。朝起きてまだこの世の空気が満たされとらん時の朝の空気で季節がわかるんですよ、香りで。はあはあはあ、まあ、これ別に合わせるわけじゃねえが、わしも同じなんで、実は、うんうんうん、わしも鼻が良くて、で家康のが今言ったその匂いで季節が分かる。確かに、うん、でたまに例えば家康との別れで映画、たまに分からんものに冬の匂いしてきたなとか春の匂いがしてきたなというとすごい不思議な目で見られるな。いや、ゆめにそこはわしも共感できる方ですね。ああ、よかった。うん、おるもんじゃな、そういうの。特別に何かっていう、匂いのその、例えはできんのじゃが、ただ、こう、変わり目の匂いはすごくわかる。だね、無論、金木犀とかの、はあ、わかりやすいじゃろ。金木犀はわかりやすいな、確かに。あ、そういったものだけではなく、夏なら夏特有の、春なら春特有のいろいろな香りがありますな。それでこの冬は冬で、なんじゃろう、香りという香りではないのじゃが、この冬らしいこうスッとこう鼻の抜けるこの切れ味の良い香りというか、なんというか空気感だな、ああいったもの。だって今日やなんかは多少このうららかな春の香りがする。無論気温は低いんじゃが、春の香りがするとわしは思った、朝起きた時の。そういうのありますな。ある、まことにある。だで、うん、季節のあるある話でござると他に何かありますか。季節のあるある話か。例えば冬じゃと、まあ、ちょっと外れてしまうやもしれんが、やはり乾燥しとるで、こう唇が乾燥してしまう。そういう時はあれですな。なんじゃ、上下唇円滑棒をこう塗るとか。あ確かに。もそれは現世の民がよう使っとるのを見て真似はしとるが、あれをしせんとな、やはり舐めてしまうじゃん、乾燥しとるのな。で舐めると余計と乾燥をいたして、
でいつの間にか大きな口を開けた瞬間にこう唇が裂けてしまうじゃん、あれ痛いの。シューシュンのなんじゃかの子の上下唇円滑棒あるではないですか、うん、あの円滑棒は4回、うん、これ以上をいたすと余計乾燥するらしいです。あーそれは良くないな。このそれ自体が皮膚の表面の油を奪ってしまうがゆえに4回以上はこの円滑棒乾燥をすると。円滑棒乾燥、うん、らしいです。本末転倒じゃな。さよだって4回以上やって円滑棒乾燥しだすと円滑棒を常に塗らなくてはいけない状態になってしまう。良くないな。 それまではだいたい平均4回まで、だから4回までを上手にあの使うといいですな。だから飲み物飲むとか食事をいたすとそこはなくなってしまうがいいに、それもこう見越して4回というのが、そういうのなんとなく分かるよ。ちものおらんか。円滑棒を塗りすぎると 逆に乾燥する。分かるじゃろなあ。あるわな。おなごは特にそうじゃな。そういうのを気にせんって感じな。なんで気をつけてくれの。塗りすぎる。これから何があるあるございますか。あとはやはり冬は空が綺麗じゃな。澄んどるで。空は綺麗ですな。あのちょっと笑われてしまったんじゃが、まああの笑われてしまった。多分わしが空の話したでちょっと面白かったのかな。誰がでも誰が笑ったんだろう。空の話したでちょっと。なんでですか。わしが多分あのものの中で。わし秀吉が空の話するとは思ってなかったんだろうな。そんならしくなさが出てしまう。わしだって空の話するんじゃぞ。いやただ冬の空はやはり綺麗でな。あの天体観測をいたすんであればわしは天体観測冬を進めるな。うん、余分な蒸気がねやで、うん、寒いけどな。その寒さがまたいいんではねやか。こう白い木見ながらこう覗くという綺麗な星空を。確かにわしは星空を眺めることが好きで、うん、ああそうか。現世に蘇ってからなかなかその機会がなく、ああ見に行くということもあるぐらいなんですわな。そうじゃな。わし400年前の空をな思い出してみると、うごめくわけじゃん。うごめく空っていうのを見たことあるかの。お主たちはあるんですか。ああ、まあ地域によってあるのかもしれない。この星空ものすごくよく見えると言われる星空見たことあるよちも手挙げて。見たことないよちも手挙げて。ああでもそうなんだ。見たことないものに教えてあげたいんだかな。この星空というのは無論目が慣れてくるとより見えてくるわけなんじゃ。より見えてくるとの短くとも長くともじゃな、長くとも1分に1回は流れ星が見えるほいでこう星空を見とるとこの星が動くんじゃ。こうなんちゅうかの生きとるように動くわけなんじゃな。微生物を見るようなぐらいじゃな。あの体験はぜひとも死ぬまでに1回は全てのものにしてもらいたいと私は思う。本当にすごいぞ。この辺だとこの辺だと長野県ですな。あ信濃まで行かなかんのかね。信州が良い場所、あとは岐阜の山奥であるとか滋賀県と岐阜県と三重県の県境のあたりとかのああいったところはまあ割と見やすいと思うかな今の季節で。いや、まことにすごいぞ。こう、空あるじゃろ。今空が高いじゃろ。これの空が高いというのは通じるかどうかわからんけど感覚的に。もう星空が綺麗なところというのはもうなんじゃろうな、高い天井ぐらいの身近なこう今までの空がここじゃとしたらもうここぐらいに来とるぐらいまで感じるようなものじゃですな、秀吉さん。いやもうまことその通りじゃな。これだって何か願いを込めて流れ星がこうさーっとなる間にっていうのあるじゃろ。それは誠に短いものであれば何回いくつでも願える。そうだね、幾度なく夢が叶う。
ですな、うん、いやぜひぜひ体験してみてちょうだい。あと何があるかな、もう冬にしか体験できんことな、まあ、乾燥しかり天体観測しかり、観測と乾燥と観測と乾燥とあとは監督ですな、はい、新監督が決まるな冬になそうじゃな。楽天の足立つ。監督殿たちの平均年齢が低いわな。若くなり、なったの。まあまあまあの辛口じゃな。そうじゃな、そうじゃな、うん、そういったことはあると思うぞ、うん、主はそういった話をしだすと止まらんな。まあ確かにの好みがあればな、うん、まあ男女だけではなく好みの問題もありそういったもの、まあわしは興味があるぞ、あれとも。いやその現役の選手だけにとどまらずかの、まあ、分野というのは教育にも力を入れておるというところがまた素晴らしいですな。そうじゃな、教育か。前信長さんも話しとったな、グランパスでの教育方針がガラッと変わって、育成の問題ですな、育成の問題が強くなったり、あとは何があるかな、他には。野球やはり野球もこう執筆して勉強するということはするのじゃろうかな。ああそういったものはちいとわしにはわかりませんが、あるやもしれんですな。勉学名古屋町へようまいった。 Welcome to 名古屋 Castle。 Where are you from? イタリー。Io sono primo shogun del Giappone. Mi chiamo Toyotomi Hideyoshi. Jozu, Jozu. Jozu. 嬉しいな。イタリア遠征での成果が出たわ。出たな。やっと使えたわ。嬉しいな。モネータ道路やりたいな。ネタ道路ね、いきなりボゴンって言ってもわからん。わからんな。If you want to take a picture, you're more than welcome. So why don't you come and let's take a picture? Yeah, of course. Which part of Italy are you from? Palermo. 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 Oh, Palermo. Yes. Sicily. Sicily. Yes. The island. Yes.It's Godfather. Okay. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Give him the. Hey, okay. Let's take a picture. Yeah, thank you. シチリアから参ったのか。すごいな。前失礼いたしました。Put your hands up. Yes. Yeah. はい、参ります。ヒーフーミーハッ。Viva Italia. Viva l'Italia. Viva Italia. Thank you. Grazie. 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 Qual è il nome del primo shogun del Giappone? Sì, sì. The name of the first shogun of Japan. The name. Yes. Namae? Tokugawa Ieyasu. Tokugawa. Tokugawa Ieyasu. Very good. Very good. Thank you. Thank you. Enjoy. Bye. Buona giornata. Buona giornata. Just. Ciao, ciao. Ciao, ciao. やはり本物の発音はすごい綺麗だな。そして似合うな、イタリア語が。いや、そりゃそうです。いや似合うといえば豊臣秀吉のこれすごくよくお似合いで、そうか、ありがとうさんじゃん。これは文明の
中南米にある文明の、そうじゃない、ナスカの地上絵みたいな。あれすごいですね、さすがというしかありませんな。これは何を意味しとるのかなと思ってな。こういった模様は、こういったものは例えば日の本でいうと一番近いのはアイヌですね。あ、昔の民族はそういったこの象形的な絵を掲げることが多く、うん、じゃあわしも何か血を引いたのかの。そうですかね、血を引いた。あ、殿下ご自分で作られたのではないですか。それわしは作っとらんぞ。ほうほう、うん、着させられとるのね。着させられとる、着させられとる。わしの意思ではない陣羽織を着させられとる。わしはこれはもう小野自身が好んでそのように注文をいたして、ちゅうかわしの、わしはこの今で言うと衣装担当の者がおるわけじゃな。我が幕府には、我が幕府というか徳川のあの将軍家には秀吉殿はおらん。おらん、おらん。だから知らん人がいきなり入ってきてやこれって。知らん人。どういうことでございます。まあ冗談じゃが確かにわしにもおるぞ。冗談だったんだ。冗談じゃけど、これは、まあ、作ってもらったんじゃ。ただこういう風に作ってちょうよとは言っとらんで、わしを見てどう、 こう解釈して。ああ、豊臣秀吉殿と言えばという、そうなんじゃない、連想の結果そうなったんです。連想いたしたことでこういった模様をもらったということじゃない。それは良いかもしれないですな。新しいな、確かに。豊臣秀吉殿は特徴的な陣羽織をな、着ておられるな。お主眠いか。あくびしたのか。見られとった。お主は眠いのか否か即答を許す、答えよ。眠い。さようか。ありがとうございます。眠ければ寝てもよいぞ。さあ、お主も名古屋町へようまいった。楽しんでいくんじゃぞな。髪飾りが可愛いな、お主は。ああ、今日は出かけるがゆえにつけてきたのか。そうか、よく似合っとるぞ。可愛いな。お主はわしたちを知っておったか。知らなかった。ああ、秀吉殿、徳川次郎三郎源なと。少し名前が長いのじゃ。太閤殿下、将軍徳川次郎三郎源家康様じゃ。お主はどこから来たのじゃ。もうどこから来たのかな。愛知県か。そうか、名前のことで頭いっぱいになっちゃったな今。長いの言われちゃったもんな。覚えるのに大変じゃった。頑張って覚えてくる。秀吉との家康正右衛門。あ、そこ、それ違う、それ。そのもの違う、そのもの。どこにおったの。そのものは野球好きの個人。ここわしですぞ。正右衛門。お主の名前は何じゃ。ミク。かわいい名前じゃな、ミクと申すか。どのような字を書くのじゃ。美しい。く。くか。美しく。ひらがな。今はひらがなじゃな。今はひらがなで書くわな。このミク姫の母上はおるのか、近くに。母上。そんな雑な呼び方やめてくだされ。あれ母上だと思っとったのに違ったな。信長様の列に並んどるのかな。正右衛門や。そうじゃな、渡してやってくれるか。これで名前が覚わるな、瓦版があれば。
よくできたこと申したか。は、何に故じゃ。いや、どうぞって言ったら、ありがとうございますと、はい、どういたしまして。礼が言える。はい。秀吉様は、あれぐらいの自分、どのような子でしたかね。まあ、なんじゃろうな、普通の農民ではなかったのは確かだな。なんじゃろうな、狭苦しかったな、世界が。こう、窮屈。感じたことあるかもしれない。窮屈だった。なんかもう狭いなーって世界が。もっと広く知りたいなと思ったことあるじゃろ。ない。あるじゃろ、まあそういったことを考えとって自分で。もう一つです。もうほんの少しだけ言葉を紡いでいただければ民はもう分かりやすくうなぐずく。あー難しいな。いや要するにつまらんなと思って毎日過ごしてた。おう、もう少し小野賀自身に大きな可能性があるのではないかということですか。そうじゃな、目に見えるものが全てではないと。知れば知るほどもどかしい気持ちというのはあるじゃろ。ありますな、だからこの者たちはこれしか知らんからこそ幸せじゃなってこともあるし、だからこそ不幸せだなと思うこともあるでな。まあ、退屈しとったということじゃな、簡単に言えば。子供の頃、確かに退屈しておるといえば、わしも退屈しており申したわ。むしろは大変だったな、幼少期は。幼少期、まあ3歳で母親と生き別れて、6歳から19まで人質生活。長いの。しかし、この間に学ぶことはたくさんありました。まあ、故に非常に良い時間でありました。最高の教育を受け申した。確かに徳川家康殿は本当に優秀な、こういった勉強なるものをたくさんしとったで。ああ、なるほどな。よく気がついた。どこにあった。さて、どうしてこれ何を動かしたか分かりますか。花があるんです。ああ、そういうこと。松右衛門が花を守っており。はさようにございます。踏まないようにと。松右衛門は中村の中中村に一輪の花だでな。ありがとうございます。花ですか、わし。ありがとうございます。ごぼうかと思っておりました。ごぼうは前田利家殿。それ色待たせたな。何話してたんじゃ。そりゃそうだよな。そりゃそうだよ。いやもうね。2回目。喋ってくれるかな。何故ですか。それは信長殿の声がカスカスだからだよ。カスカスなんだよ。もうカスな、久しぶりじゃない。わしそんなあんまないんだけど。ないです。なかなか信長殿がここまで年江殿のようになることはない。民の才能やりたの。戦で聞いた。とんでもなく顎が出ます。なんだそれ。やりのまたつだ。やりのまたざ。やりのまたつだ。やりのまたざ。いや。そんな感じするじゃろ。やりのまたざ。やりのまたざ。いや。
お酒が一番やり一番やり槍の町崎町槍のマタサこと前田マタダイモンとしんなりいや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 ありがとう。完璧でございます。反則じゃねえ。ていうか、これも喉を鍛えるか。やめてくれるか。いや、わし何にも言っとらんです。わし何にも言っとらんです。信長殿。バタバみたいにっていうか。ああ、確かに。お声がですな。前田利家殿を、もう、一番応援しとる幼稚もちょっと手挙げてくれる。ここにはおらんのじゃない？ここにおったら福岡におるのか。あ、お主好きなん？そう、似とる似ておるか。あまり似ておらん。似ておらんけど面白いことは確かだ。あげんなよお前ら。信長さんどういう人だと思われるからあげんなよ。一切あげれてないぞ。となあ、いや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 な。いやいやいやっていうのはまた財門年いや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 ですか。あ、自分でご自分でハマられた。いやいや、なんで今あいつ、いや、あいつだって真面目にやってんだけど、いかんぞそういうことしたら。あいつだって真面目にやってんだから。さようですな。確かに。何なんだなあいつ。この信長殿の言っとることは本当に行間を読まんといかんくて、おそらくあのお主たちが行間を読むのは今は無理じゃと思う。今後わかるけどですな。もう本当に前田利家殿はもうひどい。もう本当にひどい部分がござるけども、今もう魅力的な部分が全面に出ておるがゆえに、この人たちにはもう分からんことがあるけども、もう本当にここ本当に利家殿の本性を知ったらお主たち全員虜になる。まことになると思う。なりますな。心は静かみにされるか距離を置きたくなる。多分今はまだちょっと距離を置こうかなと思ってるやつの方が多いやもん。ちょっと暑苦しいし、なんか汚ねえし、なんかしかなんか鳥がねえみたいな感じだけど、違うんだよな。違うな。あの一周回ると好きになるよな。まだまだお前らね、まだ3時ぐらいしかまだ行ってないな。さようですな。わしらもう11時半ぐらいまで行ってない。深夜を超える。深夜をてっぺん超えると多分ね好きになると思う。それにどんぐらい時間かかるかは知らんけどな。それぞれですな。もうわしはもうあいつをこうなんだろうな、野放しにすることに決めたんじゃ。自由に生きろとね。あいつは縛られてはダメだと思ってな。ですな。もういいよ別に縛られ。戦国の世は縛らないとちょっと何するかわからなかったけど、まあ、それなりに現世においてはね、その縛らなくたってそれなりに生きていけると思うからね。しかしその反面、信長さんがあの縛らなくなったから自由度が増して、その世が全部こっちに行ってんだよ。だから今まで「ちょ待って待ったさお前たわけか」って言ってたのをわしが言わなくなったから、全部こいつが言わないといけない。シエトのお頼みもお願いするしかないですかな。わしは別の家であるがゆえに、その距離感を保ちながら、もうやれ木の実を渡すと変なことしだすわ。覚えとるものもおるじゃろう。何食べたの本当に。それもひどかったなあれも。本当に食べたの。いやいやいや、まあ、後に説明いたします。殿下にもお伝えいたします。
有安さんじゃ和之助から見て、加賀大納言なのはどのような存在じゃ計り知れぬ存在でございます良い表現じゃな嬉しいななんかそうじゃなハハ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 ハ本当にすごいこいつもこいつだけどなこいつこいつもこいつなもう本当に殿下は私は尊敬しておりますね笑っとる下がって目線を伏せるんだよ下がりながら言うなあ、あるそうです言いたいことあるの言えよどなたにですか知らんないいや、わしは何も今はああ特にないからお前に今振ったのわし誰にですかって言われたらそんなん誰でもいいわじゃあこいつ向かって言えよじゃあそう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 わかるわし声かすか申し訳ございませんこいつは絆の主役だから濃度はあまり使っちゃいけないのねそしたらお前が一番下げるおのずとわしですよわかりますポケーっとね立ってる場合じゃないのすいません話をずっと聞いとったゆえあーもう話が長いですな信長殿信長殿の話が長くて眠たくなってきました本当によく喋られる違う頼むで喋ってくれるかなもう足の喉珍しいですな信長殿がそのような状態になるのはいや足は誠に本当にないよな本当にない喉はお強いですな、うん、多分多分あれですかいやあれではにゃですかん言えないやつだな言えないけど言えるけど違う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 間違えましたな違う違う違うあの絆だよ多分絆でしたいやまあ絆この我ら名古屋おもてなし武将隊はな舞台公演をいたしておってのテレピアホールという場所なんじゃこれはな、まあ、東海テレビというテレビ局CX と呼ばれるフジテレビ系列やなまあこちらにて行われておるんじゃがあぜひともな主たちには来てほしい3月の16日から21日まで行われておるんじゃがこの銘打っておるのは名古屋おもてなし武将隊最大にして最強の戦というふうにな銘を打っておるこの絆の舞台公演我らの戦国時代の姿がまるっと1時間見られるそういったことはなかなかないがゆえにまあ信長公そして秀吉公が作られた世そして引き継いだわしの世これからそのように住まう兵衛門や和之助のような多くの民そういった姿というのはな主たちが見れば現世どもの使える生きる力というものをな渡せるそういった舞台になっとるがゆえにぜひとも見てほしいですなどうされました やめてください信長殿何か振られてふざければ笑って頭叩く真面目なこと言えばこうやって今真面目なこと言うのお主のような空気感出してなんでわかんのなんでわかんのやってくださいすげえ真面目なこと言い始めたなと思っていやしかしながら鍛錬がだいぶ大詰めを迎えてていやまだ大詰めでもなんでもないけどだってまだ16日でしょまだまだいやまだ我々こうまだなんていうのかな作り上げてる段階でいろんなことをまあ挑戦しなければいけなくて今微調整してしまうともうなんかそうだから今から明日じゃあ本番って言ったって全然できるよわしなってけど別にそうじゃなくていいものを見せるためにはやっぱ研究しながらいけないとかなやっぱりこの互いの呼吸とかなそしてまあ一つだけ言っとくわ去年よりは出番多い
そうですな。でも信長殿は正直申すと今どうぞって言われてもやれるぐらいですか。やれるやれる。どうぞ。違う違う。そこそこの金取るんだから。だからそれは本番まで取っといた方がいい。確かに。あともう一個だけ言えることある。お生きてる。と言えば生きておられるし、と言わなければまあその辺も楽しみの一つにすればよいのではないですか。生きとるか死んどるかはまあお主ら次第じゃ。違いますか。それはそういったものそれ作品次第じゃ。ありますが、そういうのね楽しみにしてもらいたいな。ぜひともこたびは泥臭いですな。今までのようなこの華麗で綺麗な部分ではなく、そうそうそう、ラブナーコからのそうそうそう、ガーッとしたものが、もう本当にね、立ち回りもな、もう一個我々が必要とべきするそのな、ある意味では挑戦をしとるということでな、もう本当に本当に次郎三郎は本当に死ぬよ。22日は死ぬんではない。21日の選手が終わったらもう終わるなお前な。ああそういうことですか。もう精神も肉体も全て終わると思う。そのぐらい。ウェスティンどうするの。ウェスティンはなんかあれじゃない、何、等身大パネルかな。でかいのもなんか吊るしときゃいいもん。あとはまあ声だけは取っとくから前もってな事前で。しかしながら、ぜひとも、それもわしが入れるのに信長殿が録音されるんですか。であればその裏側にわたって言っていただければいいんではないですか。その当日ちょっと言ってる意味が分かる。なんでですか。なんでですかそれは。まあまあまあそんないろいろな、ほうほう、ちょっと主たちの前に出る機会が少ないやもしれんけど、この何週間な、多分な。しかしながらその間でこう1週間6日間か戦える、うん、準備をしとるということで、ぜひとも足を運んでもらいたいなというのがですな。信長殿、少し喉がカツカツしとらんですか。もしかして。なんでじゃろ。なんでですかな。なんで少しなんででしょうか。信長殿は今複数の気持ちを抱えておられる。なぜだかその中で土器が含まれる。喉大丈夫ですか。前じゃぞ。そうですな、マジで。お前じゃん。申し訳ございません。申し訳ございません。帰ろうもん。さようですな。鍛錬あるから帰ろうもん。信長殿、お話が長いで。だって、写真列長かったけど、なんかこっちも楽しそうだなと思って、私結構こう喋るの好きなんだよな。だから、お主らが喋ってた時間なんて関係ないやと思って、わしはいっぱい喋ろうと思っただけ。ああ、なるほど。喉は大丈夫ですか。カスカスだよ。なんでカスカスなんじゃろうな。なんでだったもん。なんででしょう。下回るな。下回るな。本当に殿下は下回るな。お前は本当にいいな。ありがたき幸せ。思ってないぞ今。ありがたき幸せ思ってないよな。どうせお褒めの言葉ではないんでしょうっていう。そうそうそう。違うよ。やっぱ三英傑ってこうやってね、色が違うから面白いんだよな。な、こんなに英語堪能に喋れたってお前よくないぞ。そうですね。そうそう。そいつは一人だけでいいんだから。みんなお前英語喋れるんだったらちょっとタイとして変わってくるからね。やりちょっと怖いよな。ちょっと怖いですな。そうそうそう。みんな声がカスカスだったら。年家殿の子に加わったらだいぶちょっと。ハハ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 ハ
それ言うなら信長殿がルールじゃ。さあということで、まあまあまあ、わしもあの存分に喋れて、ちょっとわしは、ね、満足じゃ。みなみな寒くなってきた中な、体もひねるのにすまんな、ありがとうさんじゃ。けどわしは満足じゃ。綺麗にな、ありがとうさんじゃ。あのまあこれまでね、たくさん喋って、絆までには喉戻すから。それもまたいい機会なんではない、こういう機会もねまたいいんではないかなと思ってる家に、ぜひともまたあの懲りずに、そして3月からちょっとばかりあったかくなるというふうに聞いとる家にな、みんなまた元気に、そして元気な姿で名古屋城会えるということを楽しみにしておる。喉はちゃんと治してくる。ではまた後ほどじゃなくて、さらばじゃ。まだ友達が残っていただいてまたまた青おさらばありがとうさんじゃ。さらばじゃ、気をつけて帰るんじゃぞ。みなみな解散じゃぞ、さらばじゃ。ダメじゃん、追っかけなくてもいいか。反則ですね。私のそうだよ、指さされとった。いやいや、全然笑ってないよ。